疲れた。おいおいおい、ジョン仮面だからもう、あれだったら終わろう。めんどくさいパターンになったら、めんどくさいパターンになったらもう終わりで、ピラがつまんなくしたら俺はもう生態モードだ。治療しあって。だらん大きいになっちゃって。もうねえのかよ。発電機。マジかよ。光るまでに。よし、立て直した。行こう。まだ戦おう。諦めんな。戦おう。ベルケアあったの？武器箱。癖直そう。チームで戦おう。で直そう。アフターケアで誰かのだよ、見えたのか俺は。誰を治療したっけ。頑張ろう。ただ片側はむしろめちゃくちゃ分かんないんだけど、片側は
片側がわからないんだよ。俺も迂回して入るわ。アリーナに任せるから、その辺は。俺とケイトで入る。オッケーオッケー、入る入る。ケイトは入らなくていい、無理しなくていい。逃げる方向取ってくんない？無理しなくていい、俺がいる、俺がいる。アリーナの発電機半分回るか回らないかだから。信じろ、俺を。チームで戦ってんだよ。よし、絶対救う、絶対カバーする、安心しろ、カバーする。え、いいのか、救急箱な。終わった。伝えたかったのは、メッセージは分かってる。伝えたかった気持ちは分かる。君が願うならそれを。あのよ、せテーブルに言うけどよ、こういうこと職人芸の領域だよ俺マジで。このプレイ、ハイプレイをできるのは俺ぐらいのもんよ。やべえぞ。ドクロ解いてから出れない。大切なのか分からないこと。一生取る。一生の方が大切。立て直してもらう。ああ、開けられる。よし。こっちが狙われたらその覚悟でやる。それが大切なことだ。チームプレーだ。誰かが犠牲になってもチームのためにやる。自己犠牲がないやつは誰が女性が惚れるんだ。世界の女性サバイバーが俺のプレー見て誰が笑う。正しいことして負けるの、正しいことして負けるってか、正しいことして釣られるの。開けてないのこれ。嘘でしょ、夢見てんのこれ。これ夢見てんの、開けてないってどういうこと。こっちは開いてないよ。何してんのこいつら。驚くんだけど、どうする気なのこれ。誰が見てもただ美しい、それがヒロちゃん。
闇の進行陣ね。これでなんか変なんだ。心音表示が。あ、見え、でも見えてたから助かった。見えてはいた。ただ、俺の一人では無理だったかも。ケイトは自己犠牲でやってくれた部分で、チームのためにやってくれた部分。もうザ・リーナも、ゼーブルモードも、みんながいて成り立ってる。一人の力じゃないってことだ。まあ、ゼーブルモードちゃんに言うと、ヒロちゃんってもう修羅場くぐり抜けてるから、うん。発電機回しなっていう。うん。若いギャルに、おっさんが怒られちゃってますわ。まあ、修羅場くぐり抜けてるからね。うん。おっさんは若い女の子の言いたいことは分かったよ。自分は多分救命キットで救急す、回復するから、発電機回してくれっていうことなんだよね。悪い意味じゃないんだよ。うん。その時間もったいねえから、まあ本当は治療してもいいんだけど。5代目だから、今緊急事態だからやってくれっていう意味よ。うん。あ、